今日から JR が始めたのは、北陸新幹線で荷物を運ぶ箱ビュンクイックです。利用者が金沢駅の預かり所に持ち込んだ荷物をその日のうちに東京駅まで届ける新たなサービスです。予約は不要で、発車時刻の1時間前まで受け付け、荷物は車両内の一般客が入れない場所で保管されます。初日の今日は、生鮮食品など合計13箱の荷物が第1便の白鷹に運び込まれました。北陸のですね、例えば美味しいものとか首都圏にお届けできるということが、いろんなお客様を通じて広がっていくことを期待しております。荷物の受け取りは上り下りともに列車到着後15分程度から可能で、価格は荷物の大きさや重さに応じて1つ1010円から4450円です。